渡辺美さん、氷の花、作曲は先ほどお話がありましたように、みんなも同じ歌詞ですね、平部弥生さん、そして振り付けが樋口豊さん、そして渡辺美さん。あ、やだやだ。よいしょ、おっと。やはり自分の演技というのはこうやって見るのは照れくさいもんですか？そうですね、やっぱりなんとなくね、最近では他の人のばっかり解説してますからね、はい、エミさんは本当にスマイルがいいですね。それとかなり思い切ったコスチュームですね。そうですね、今回シンフォニーのこの全部のメンバーはね、とっても地味っていうのかシンプルな衣装ばかりなんですよね、はい、で普通アイショーっていうのはこういうスパンコールをたくさんつけてね、華やかにするんですけども、やっぱそれに比べますとね、なんか思い切った衣装に見えますね、はい。先ほどジョン・カリさんが言ったようにね、毎日まあ、生のバンドですからね、毎日違うんですだからこの辺なんかね、昨日やった時とちょっとタイミングが違ってたりしてね、とても楽しいんですけどまたその辺がお互いに合わせていく何かを作り上げるという面白さがあるのかもしれませんね。そうですね、氷の花でした。ああ、滑り終わって去年にはいかがでしたか？やっぱりね、なんとなくもう一度やりたいな。このね、日本でのこの国立競技場で。